いわゆる毒親育ちなんですね。現在両親も離婚していて、兄弟は弟が一人いるんですけど、7個離れた弟がいます。これから話す話は自分の父親が鬱だった時の話なんですけど、7、8年くらい前かな。両親がちょっと離婚調停中だった時に、父が鬱になってしまったんですよ。当時私まだ大学生で、海外にちょっと留学してたんですけど、身近に住んでる人で父の面倒を見れる人が、離婚調停中の母親か幼かった弟、または留学してる私しかいなくて、両親離婚調停中真っ只中だったので、母は絶対父親の病院とか手伝いたくないみたいな感じだったんですね。私自身その時留学をしてたけど、もう父が休職をせざるを得なくなり、休職中に会社から休職金を継続してもらうためには、定期的に病院の診断書を会社に提出することが不可欠なんですよ。その時の父親結構幻覚見えてたりとかがあって、夜中に菊の花が玄関の前に置いてあったとか、そういう連絡が来たりとかしてて。うわ、やばいね。すごかったんですよ、その時。パンとかも全然食べれないからガリガリになったりとかしちゃってて、病院に一人で行くっていうのが難しかったんですよ。予約してもその時間に行けないとか、やむを得ず私帰国することになって、帰国費とかも自分で払って、定期的に病院に診断書取りに行ったりとか、父親のお部屋、離婚調停中はすでにそれぞれで暮らしてたので、父親一人で住んでたんですけど、掃除もできないから汚かったんですよね。ベッドの下見たら、ふわふわの埃があるみたいな。どうやって生活してるのこの人みたいな。いちいち帰って診断書提出してみたいな繰り返しすると金かかるので、自分でしかもそれ全部出してたから、きついと思って、ここまで来たら父親側の親戚に頼ろうと思って連絡したんですね。したら、結構快くやり取りをしてくださって、父からしたらおばさんにあたる方が、その父のふるさとの方にじゃあ引っ越しさせて面倒を見るみたいな話で固まってきたんですよ。ちょっと安心するじゃないですか。ある日、おばさんからちょっと話したいことあるって言われて、ちょっと怖いなって思いながら電話したら、私たちが入っている宗教に入会するならこの話を進めていいよって言われたんですよ。念のためここでお伝えしておくと、私は全然宗教を持つこととかに対して全然抵抗ないですし、誰かにとってはかけがえのないものなので、宗教を持つ人に対しての不信感とかないんですけど、父方の親戚にこの連絡をするのできるだけ避けてた理由の一つに実はこれがあって、そういう時とかに無理やりいわゆる洗礼って言えばいいのかな、受けさせてくるとしたりとか、教会に連れて行かれたりとか、無理やりその宗教を押し付けてくるみたいなことがあったんですよ。ちょっとそれで疎遠になってたんですね、実は。こんな父親が大変な時にまで、話持ち出してくるとは思ってなかったんですよ。結局、強制的に入るみたいなことを言われたんですけど、嫌すぎてそれはさすがに自分が大変だなって思ってる方を選んだんですね。それが7年ぐらい前の話なんですけど、で、しばらくして父も調子良くなってきて、私が言うのもだけど、割と献身的にサポートしてたこともあって、会社は辞めてしまったけど、新しい会社で仕事を始めるとかができるまでには回復したんですね。良くなってから滞ってた離婚調停進んで、両親も正式に離婚することになって、母親もアグレッシブな感じで離婚したので、ちょっと名字とかでも結構ごねまくって、いろいろとあったんですけど、無事に終わり、私20年ぐらい父親の名字だったんですけど、母がもうあまりにも名字を変えなかったらうちに入れないみたいな感じになって、私はもう母方とその時住んでたから、しょうがなく名字変えたり、2年前ぐらいに母親と弟と一緒に住んでたんですけど、実家から離れる決意をしたんですよ。一人になった瞬間に、すごい発作が起こったりとかするようになっちゃって、で、なぜかなって思ってたら、うつとパニック障害だったんですよ。今思うと結構前から症状出てて、母親がいわゆる反ワクチン派なんですね。ちょっとマイクロチップ入ってるんじゃないかって信じてたりとかする人なんですけど、薬とかケミカルなものに対して割とわーってなる人だから、うつになって治療してるよとかもちょっと言えなかった。言い出せなくって。今後もしかしたら、このまま行くと私は仕事とかができなくなるかもしれないみたいな、うつ経験者の父親に相談しようってなったんですよね。父親に連絡をしたら、克服した父親は、父親の親戚が入っている宗教に属してるってことが分かりまして、選挙の時期とかになると、父方の親戚とかが応援してる政党に入れろだの連絡がめちゃくちゃ来るようになって、鬱になったことも父親に話したら、全員に筒抜けでそっち側の親戚に、その宗教に入れば救われるよ、みたいな。父親すごくサポートしてたの私なのに、えみたいな。親戚に、やっぱりカメさんを見てくれてるねみたいなことを言われて、横取りされたんだけど、みたいな。私があんだけ精神を削って頑張ってたことを全部無のよりされて、ついてますっていう話でした。